確かに、いつもなら賑やかなはずの商店街も、今日は一っ子一人もいねえな。それもこれも最近商店街に潜伏していると言われている変態の仕業だ。通りかかる女性のスカートを次々とめくったり、女性の胸を強引に揉んでくるクズ野郎か。今じゃその変態の被害に遭った件数は100件を超えたと言われている。だから誰も商店街には近づかんのだろう。早くその変態を豚箱に送ってやらんと、このままじゃ商店街が廃れていってしまう。だけどこんなに女性どころか人がいないんじゃ変態も現れんだろ。何言ってんだ、俺らも一応女性だろ。あ、そうだった。変態が俺らに手を出そうとしてきたところを一気に叩くぞ。いい作戦だな。この世界一可愛い霊夢様を、変態は手を出さずにはいられないだろうからな。ははは、抜かせ。なあ田中、その変態ってどんな格好してるんだぞ。それがですね、被害者全員誰も犯人の顔も姿すら見ていないらしいんですだよ。え、なバカな。お、俺だって信じられませんよ。はあ、もうこれ無理ぞ。そんな顔も姿もわからない変態をどう見つければいいんだぞ。ならフランさん、雰囲気が変態そうな人を探してください。きっとそいつが犯人です。そんな雰囲気が変態そうな人を探せったって、うん。無茶なことを言っているのはわかってます。けどこれじゃまるで新鮮か。いたぞ、変態そうな人。え、変態そうっていうかあやがちの変態だぞ。おいおいおい、お前だな、最近商店街を騒がしている変態は。なんか言えよ。まな板。やあ。こやフランの叫び声だぜ。変態のお出ましだ。ちゃっちゃと捕まえるぞ。オーケー。変態に怪我されたー。ちょちょちょ、私何もやってないですよ。フランの胸見てこいつまな板っつったぞ。お前から女の魅力を微塵も感じないってー。いや、魅力がどうとかって私一言も言ってない。フランがまな板だからってよ、それを本人に直接言うなんて最低だな。フランだってペチャパイになりたくってペチャパイになったわけじゃないってのによ。お前ら後で屋上。ゆっくりのは胸なんてないはずなんだがな。あなたが最近この商店街で騒がれている変態さんですだか。まあ私は変態ですが、その噂の変態さんではありませんよ。はぁ、いくつお前がその変態なんだろうが。いや、そもそも私この街自体初めて来ましたから。そうなんか。そりゃ悪かった。霊夢さんよ、俺んの早えよ。あんた、名前は？バイアンと申します。私は白霊霊夢。そっちの白黒帽子かぶってるやつがキリサメマリサで、そっちのドアノブカバーみたいな帽子をかぶってるチビがフランドールスカーレット。誰がチビじゃボケ。チビにチビっつって何が悪いんじゃ。チビてめえ後でコント覚えとけ。こっちのセリフな、よろしくな。バイアン。はい、よろしくです。一徳がまだフランは疑ってるからな。で、あそこまで吹っ飛んでったやつが田中っつうんだ。で、結構吹っ飛んだみたいですけど、大丈夫ですかね。気にすんな、いつも勝手に吹っ飛んでやがるんだよ。その原因はおめえにあるんだがな。ギャー。な、何かあったんでしょうか。あっちだな、急げ。キックキック。お、アリスじゃねえか。どうした、何があった。誰かにお尻を掴まれた。そいつの顔は見たか。それが姿すら見ていないの。やっぱり私の言った通り犯人は透明人間じゃねえか。なもんありえねえよ。いや、確かお前が懇意にしてる博士は迷彩服作るくらいお茶の子さいさいだったよな。おめえ、博士を疑ってんのか。ギャー。何やってんだお前。ちょっとこの人の後ろを護衛してやろうと思いまして。ほう、気が利くじゃねえか。くそ、逃げられたか。ギャー。お
体どうした？ちょ、ほんまに、その犯人透明人間だぞ。今さっきお尻触られたぞ。か、隠れてないで、正々堂々姿現して勝負しろってんだ。やー、一体どうすりゃいいんだ。どうやら私の出番のようですね。バヤン。どうやら特殊な訓練を受けた変態さんのようですね。その中でもあなたは上級の変態さんが、目には見えないというのなら、その変態の匂いを嗅ぎ分け、居場所を特定するまでです。ここが、あれか。そう、なぜ俺も言ってた。あなたは上級変態者ゆえに、その変態の悪臭を嗅ぎ分けるのはそう難しくないということです。頭隠して尻隠さず、姿隠して悪臭隠さずとはまさにこのことです。しまった、姿を隠すことに集中しすぎて、匂いを隠すということに何の意識もしなかった。盲点だった。だが次から気をつければいい。マリサさん。もうお前に次なんてねえ。俺のダチの尻さんざんなで回しやがって、もちろん覚悟はできてるよな。まあ別にお前の覚悟なんてどうでもいいがな。だからしなくていいから早くたばれ。へ、ヒット上がり、ありがとうよバヤン。お前がいなかったら今頃。ん？バヤン、どこだ？行っちまったのか？へ、またな、バヤン。今回コラボしてくださったのはゆっくりバヤン様。こんな弱小チャンネルとコラボしていただきありがとうございました。ゆっくりバヤン様のチャンネルへはこの動画の概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらから行ってみてください。本当に、コラボしていただき、ありがとうございました。